サイパン今ね、私たちちょっと日本じゃないのよ。うん、飛んだね。うん、サイパンにいるのよ。そうなの。弾丸でね。そう、全くプライベート。あ、本当に何もやることないわけ。だから今のビーチで寝転がって。そうだね、第2弾だね。夏のね、沖縄と。あれはさ、でもさ、まあ、ライブの前乗りって感じだったけどさ。だからちょっとはっちゃけれない部分があったけど。うんうんうん、まあもうはっちゃけてるよね。いやもうね、はっちゃけようがないぐらいはっちゃけてるのよ。あんた人生初のほら、シュノーケリングもして。そうそうそう、ね、私ほら、泳げないじゃない。こういうのも聞こえるわけよ。今ビーチにいるから、ちょっとああいうの聞いちゃう。あ、まあ、セマリアナよっつって。ほら、ほらマリアナ、ここセマリアナってとこだから。セマリアナ。そう、何セも入ってるの。セも入ってる。セマリアナってこと。はい、セマリ、ユセアナ、マリアナ。ってことでね、私たち最近ね、楽しいこと、最近、あのね、私たち結構楽しいことしてんのよ、最近。そうそうそう。最近さ、スターフェスなるもの行ったじゃない。そうなんですよ。スターフェスって、あの、どこでやったっけ、幕張？そう。でやったあのフェスなんだけど、結構いろんな人と来てて、ね、エリカ・バドゥ、そうね、PE、パブリック・エネミー、うん、ネス、ネス。もうさ、うちらさ、残念なことにエリカ・バドゥの逃しちゃったんだけど。そうなのよ。エリカ・バドゥ終わった、帰った、ステージから去ったっていう時に着いたんだよね。着いちゃったから。でも見れなかったんだけど。でもまあ、往年のの。いや、ほんと PE、パブリックエネミー。最高。最高。ダンサー2人も最高。そうね。なんかね、ひたすらね、敬礼みたいなダンスしてるんだけど。で、全曲同じなの。でもタイミングが分かんないんだよね。すごいよね、あのダンスね。うん、多分普通のダンサーじゃできないよ。できないよ。できないよ、あれ。なんつうの、間。間だね。ちょっとうるせえな、これ。ちょっとうるせえ。しかしよ。じゃだよ、やだよ。同じことしか言ってないからさ。マリアナよ。うん。何を言ってんだろうね。迷子だよ、マリアナ諸島でね。あの迷子になったやついるから迎えに来いっつってんだよね。え、 anyway っていうことで、あの、そうだそうだそうだ、あとニュースあるじゃん、ドリーミンの PV 発表されたじゃん。発表されたっていうか、うちらがしたんだけど発表。そう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 。いいよね、あれね。やっぱりね、当初のやっぱ願い、うん、あの歌詞をつけるっていうね、 PV にして、ね、そうだね、うん、すごく伝わったと思うんだよね。で、なんかあの時期に出してるっていうよりも、今の季節に出してよかったかもね。そうね、あのアルバムのタイミングで出してもよかったんだけれども。そう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 、まあ、その時には撮ったんだけれども、うん、なんか今のなんか感じ、この秋で、うん、なんかしかもさ、結構私声届いたのよ、うん、私フェイスブックやり始めたじゃないですか。はい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 、はい、そしたらね、昔のね、高校生の時の友達とかからね、うん、なんか泣きましたとかね。そうなのよ。そうなのよ。あ、みんなフィールしてくれてるって思って。あの歌詞のっけでやっぱり良かったなっていう、うん、あれ多分歌詞のっけてなかったらさ、聞き逃しちゃうじゃん、ラップって部分もあるじゃん、なんかよく落ち着かないじゃん、うん、私もね、結構良かったと思ってんの。え、そうよ、髪型フル、あの前のちょっともう、そうね、もう二人とも結構もはや色も違うっていう、色違うけど、うん、なんかあれアップできてよかったな。そうだね、だから みんなに聞いてほしい。まだね、見てない人はあの YouTube にアップされてるから、うん、あのドリーミンって入れると、うん、うん、ドリーミンね、ドリーミンね、夢ね、ドリーミンね、うん、ぜひ聞いてほしいなと。今もまだ Dreaming Still ってことだから、うん、目つぶっちゃうから、ここ Dreaming Still。 みんな届かないから、この目つぶってる感じとか。そうね、うん、じゃあ曲聴いちゃおう。何聴く？Dreaming 聴きたいけども、うん、やっぱり私たち今さ、ちょっとみんなね、悪いけどサイパンじゃん。そうね、サイパン、ビーチ前じゃん。そうね、日焼けサロンじゃん、うん、日焼けサロンじゃねえや、タンニング中じゃん、うん、やからハリデー、間違いない、ハリデー行きたいな。じゃあ聴いてください、メリージェンでハリデー。I woke up late in a city Sunday ダラダラしながらから My friends 日が出る頃のまだらに集まる sweat 楽なやつらとただ喋るだけ、なんとなくネタは尽きず Then what's next というわけで、こんな日は眠りません。深夜0時過ぎまだ増えるいつもの顔、今日に限らずしてるいつものことかも。 Hey what's up what's up what's up 久々のやつも来たり
イエーイ、ホリデー、ホリデー、本当にホリデー満喫しているわけなんですけれども、はい、ということで、トークいっちゃおうかな。行こうか。じゃあね、こんなことについて話したいの、うん、海外と日本のラップシーンについて。はい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 、もうこれはもう長年、ね、話してきてますよ皆さん。まあそうですね、飲み屋に行ったら話してるんじゃないかと。そんなに話すかな、みんなラップシーンについて。話すよ。オッケー。じゃあね、うん、最近ね、ツイッターで元陸上選手の為末、うん、なんていう人だっけ、これ大って書く大大マサルさん、大さん、タメサエさんっていう人がつぶやいてた日本のヒップホップへの持論で炎上したんだって、うん、ツイッターが。悲しいから、どんなに、頑張っても日本で生まれ育った人がヒップホップをやるとどこか違和感がある、うん、またアメリカ人が着物を着ても最後の最後は馴染みきれない、うん、私たちは幼少期の早い時期に染み込んだ空気を否定できないってつぶやいて炎上したらしいよ。いや、まあごもっともですよ。いや、いいんじゃん。いや、そういう風に思う人もいるだろうし、うん、でもでも言うか、ね、いいよ。でも、日本のラップとアメリカのラップは違いますから。そう、ね、根本的に違う。うん、だって育った環境が違うんだもん。うん、発する言葉も違うし、うん、言葉ってか、言語じゃないよ。うん、わかる。リリックの内容ももちろん違うし、だって完璧さ、欧米人と、まあそりゃ生活違うからさ、うん、向かってる現実も違うしさ、もちろんそれは違うんだけどさ、なんかさ、私が思うのは、うんうん、ラップっていうかヒップホップなんだよね、うん、ヒップホップっていう文化なんだよ。そう、カルチャーなんですよ。そのみんながそこが間違ってるとか、そうなの、飛び越えて、うん、ヒップホップを知っちゃってるから、その文化に共感したやつだったら、うん、誰でもヒップホップやっていいと思う。と思う。だってさ、うん、なんだろうな、いい例えないかな。じゃあ、例えば彼が陸上選手だとしたらさ、うん、じゃあボルドに勝てますかと。勝てないでしょ。まあ勝てる勝てないの話なんてまた別だな。いや、ね、でもさ、やっぱそれはさ、国柄もあるじゃん。ハングリーさとかさ、その足の長さとか、その良さがあるじゃん。そう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 。なんかさ、じゃあ何、陸上はさ、じゃあ手足長い、うん、筋肉発達した黒人だけのものなのかって言われたら、うんうんうん、別にさ、一番得意なだけであってさ、そういうことよ。誰やったっていいじゃん、陸上。いいよ。それと同じなんだよ、うん、じゃあ逆に言わせてもらうけどさ、誰も走っちゃいけねえのってことになるの、うん、そういう家系に生まれてないんだったら、うんうんうん、それと同じことあなた言ってるよって。そういうことよ、うん、じゃあ歌の家系に生まれてない、両親とも普通の歌以外の仕事で、うん、自分育てられてって言ったら歌やっちゃいけないのかっていうぐらいの同じことなんだよ。そうそうそう。だから人の畑に対して、まあ、何も分からず、なんかすごいこの人こそ、うん、恥ずかしい。そうなんだよね。なんか別にいいんだけど、批判しようが、いいよいいよ、ね、それは賛否両論だからさ。でもそれ言った途端に任されるよって思う、うん、そうなの、そうなの。そこの言葉にめっちゃ責任持って言い返せるぐらいのものを持ってますかっていうところじゃん。じゃあさ、じゃあさ、さっき、じゃあこの人はさ、外人が着物を着て、うん、ね、ちょっと言わせてもらうけど、うん、ヒップホップって着るもんじゃねえんだ、うん、そうなんだ。生きるもんなんだ。そうなんだ。そのカルチャー、ライフ、寄り添うものっつうか、誰もさ、うん、じゃあヒップホップウェアを着たらヒップホッパーになるかって言われたら違うじゃん。そういう人もいるかもしんないよ。いや、まあね、いるかもしんないけど、うん、ちょっとちげえし、うちらの周りとか、うちらは、ね、なんかつまんねえなって思う。ちょっと考え方がちょっとおかった、うん、あれだよね、うん、なんか炎上させたいだけだったらいいと思う。そうだね。その持論どうなんだろうみたいな、うん、いや、わかんない。うちらがもちろんヒップホップ携わってるから、うん、こういう風に思っちゃうのか。そんなことはないと思う。思ってる人もいると思うよ、この人に賛同する。そうね、そういうなんかマジヒップホップサビーでみたいな思ってるやつもいると思うけど、うん、まあいいんだそれは、うん、だってさ、私たちだってさ、全く苦手なジャンルってあるだ、音楽の、うん、それを聞いたらおーって思うじゃん、うんうん、なんかすごいね、これで乗れちゃうんだって思うジャンルもあるし、でも別に否定はしねえじゃん。しねえ。なんつうの、
それで上がるやつらがいるのは事実だし。そうだね。だからなんつうの、ほっといてくんないって。逆にね、うん、いやだって言ってもいいけど、炎上してもパーティーしてもいいけど、なんかまあいいや、まあ結構、まあ、普通にやってし、うん、まあそうだね、うん、別に海外の最初はモノマネだったかもしれないね、かっけえからさって。でもさ、だってパッション受けちゃったんだもんっていうさ。でも別にラップだけにパッション受けたわけじゃないよ、うちらは。私は歌とかさ、ねえ、その黒人ブラックの文化、真似したよ、そりゃ真似したよ、素敵だと思ったん、うん、そうでしょ。で真似していくうちにスキルつけるじゃん、うん、そしたらだって彼だってさ絶対さ、ねえ、あ、すげえ、こういう風に走ったらとか、そう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 、こういうフォームでさ着地したらいいんだとかさ、絶対何かしらお手本があるわけじゃん、うん、インスパイアされてるはずじゃん、うん、それ否定することなんだって、うん、それを自分なりに飲み込んで自分のスタイルで彼も走ってるんだろうさ。じゃあこの人陸上という服を着て、まあそうやな、分かんないけど、うん、いやでも分かってほしい、分かってほしいとは思わない。でも、うん、じゃあ彼の音楽を、うん、音楽を聴いてる中で、うん、一個もラップを使ってない歌とかあんのかねっていう話じゃん。あるんじゃん。実際でも今ポップのさ、うん、世界でもさ、なんかね、あるわけじゃん。ラップ、まあラップにもいろいろあって、そう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 、すごいヒップホップの中のラップ、うん、これヒップホップだねって思えるちゃんとしたラップもあるけど、うんうんうん、ラップという手法を借りた表現だけしてて別にヒップホップっていうわけじゃないラップもあるじゃん、うん、全然いいと思うんだ、自分がやるかどうかは別として。ありじゃん、全然。そのラップとしての手法を借りてる人の根源は結局ヒップホップだからさ。うん、うん、ほんとそう思う。それもじゃあ全部否定するんですか。いい例えが思い浮かばねえな。裁判で怒ってるんですよ。カンカンよ、うん、カンカン出るよ、カンカン出るよ、ほんとに。まあ、じゃあ怒ってるわけじゃないけどね、まあ、でも残念で寂しいなと思 う, そ う, そう寂しい、うん、なんかもっと2014なんだから、うん、広い目で、あ、お前それ好きなんだ、うん、それは尊重するぜっていうスタイルでもいいんじゃないかなって、うんうんうん、思うよ。こういうそういう時代じゃないか。じゃあ吉幾三さんとかも否定するんですかってことになっちゃうから。あれテレビもね、うん、ラジオもねってなんとかなんとかなんもねえってなっちゃうからさ、どうするんですかって話。裁判はね、電波もね、そうよ、携帯も繋がらねえのよ。ないんだよ本当に、うん、じゃあそんな裁判を否定するんですかよく意味わかんないけど、私は否定しませんよって言ったよくわかんないけど、ね、でもまあまあ、まあ、こういうことがあったんだよね最近っていうさ。うん、でもこの人結構あのそういうなんていうの、そういう精神がある人なんでしょ。いろいろ言っちゃうタイプみたいな。まあそれもそれでいいんじゃん。まあいいよいいよ、面白いし、うん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 、だからまあこういう話題にもね、うんうん、させてもらってるっていう、上げさせていただいておりますということで、え、じゃあね、なんか言っちゃう、うん、まああとあのうちらのコーチジャケットもね、あのまだまだ、うん、あのこの季節、いや結構ね、皆さんねご注文してくれてるんですよね。そうなんだよね、やっぱ秋になるとね、うん、ぐんと増えましたね。まあ、ちょっと曲は夏っぽい曲なんだけどね、無視して、うん、関係ないから、関係ないから、季節とか季節とかマジに関係ないから、うん、だからあえてリリックはあの夏っぽくしてないから、そう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 、うんうんうん、そういうことそういうことね、あの雰囲気そうだね。でももう一曲は2曲入ってるんだけど、うんうんうん、コーチジャケットについてくる曲、うん、もう一曲ぶち上がるやつだな。そうだね、5年から年中、うん、大丈夫、頼みます、いっちゃえる。あの今送料無料、あ、代引きで数量送料無料 ね、あの1曲、あのその服についてくる曲、1曲目はパラダイス、うん、まさにここサイパンのような場所、そうね、うん、それで2曲目がジャンプ、うん、あれは誰もが知っているハウスオブペイ、ジャンプアラウンドのビートジャック、爆音ヘッドバン注意、ね、本当にぶち上がりたいやつはぜひぜひご応募ください。そういうことで、お値段ジャスト1万円、イエ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 イ。サイズもね結構あるんで、あの、うん、ホームページ見に来てもらえれば、うん、あの、うんうん、詳しい情報とかもっとイメージ湧きやすいんで。そうね、メリージェン HP ホームページ、ね、メリージェンホームページってやったら大体はつくから、出てくるから、うんうん、はい、ということで何聞く、何聞こうか。さっきはハリデー聞いたでしょ、うん、どんな気分？あ、じゃあ、あ、じゃあさ、うん、ヒップホップのことについて話したよね、ラップ。そうね。
なんだろう、うちらの中で一番好きな自分たちの曲ってなんだろう。わ、うん、やっぱワンじゃない。じゃあ聴いてもらいましょう、勢いのある、うん、メリーデンでワン。一体そんでいつの時代の正論、そんなんじゃつかめない金と成功、言いたがりはマジもう結構、名前すら乗らないねエンドロー、金かけていてもじゃないテンション、上がる音ってのは遊びの炎上、やれ政治ティネイジやれコネクション、巻かれるのが好きなら say stay low、 自分の味覚で証明しよう、客がいれば最高のマスターベーション、 Ayo ゲロンエコする製法、最上級のレスポンス、ステージ上に壇上は関係ないでしょう、オーバーもアンダーも要はマッチメイクドー、最初にやったもん勝ちのブレイコー、どう転んでも We be the first one、 どう転んでも 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 We be the first one、 聞いた聞いてたやつは Better listen up、 今変わる瞬間、そうだんだ当たり前になるスタイル、そうだんだ当たり前になるスタイル、そうだんだ、この心すら傾くこの状況、ラップなんて無謀、偉そうに語ったお前はどう、カラカラカラッポミュージックストーリー、どいつもこいつも口ばっか、あいつもそいつも愚痴ばっか、夢を夢の中で見る茶番も、そろそろ人間夢でもそう、見せたミステイク着飾ってもフェイク、リアルも知った不快なメイク、マネミュージックはそろそろ終わりにしないか、絶対まかれない悪の支配か、わかるかわからせるかわかるまでやるか、どの口が言うんだ、 Excuse もうほんとつれいな、化学反応を起こす One plus one、 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 聞いた聞いてたやつは Better listen up、 今変わる瞬間、そうだんだ当たり前になる、メリー・ジェーンのただいま診療中、わーそうだんだんいうことで、そうですよね、やってまいりました診療中、来た来てますよ、行っちまおう、ちょっと紹介しますね、はい、初めましてルナさん、つぐみさん、はい、先日テレビ放送を拝見しメリージェーンさんのラジオを見つけ、今までのすべて聞かせていただきました、本当に自然体のままのトークが大好きで、メッセージ相談させていただきます、はい、私は32歳東京で事務員をしております、お1個下、近いね近いね、近い、30を過ぎたにもかかわらず好きな人ができません、わかる年齢も年齢なのでそれなりに恋人もいました、うんうんうん、でもすぐに冷めてしまい、嫌なところばかりが見えて嫌悪感を抱いてしまいます、わかる、わかる、相手を必ずストーカーにさせてしまいます、わわわ悩んでます、典型的な結婚できない女です、もし結婚悪女じゃん、でも怖くも結構やりてるやん、もし結婚できても長続きしないかと思うと怖いです、こんな女は一生独身でいる方が幸せですか、あのねちょっと一つ言っていい、そうそうと早いよ、まだ何事も決めるの、いや全部早いよ、なんで 32? うん、あなた何歳まで生きようと思ってて生きると思うんですか、そういうこと、別に何歳60で結婚しちゃっていいんだから、別にいっぱいいるよ、うん、私の周りでもね結構ね
30代後半。いやだからさ、何にみんな焦ってるって、やっぱ女の人はやっぱ子供じゃない。でやっぱ60、50でさ、やっぱね、いろいろあるじゃない。まあね、焦るとしたらそこだけだと思うんだよね。だって別に32で自由に、40で自由だったらそれそれで楽しいじゃない。まあでもいろいろあるじゃん、女は。仕事のこととか、うん、なんかやっぱりさ、男性社会だったりするじゃん、うん、言うてもね、うん、だからなんかこのまま行っても男の人みたいに、うん、大きな夢を描けないんじゃないかって思い込んでる人もすごく多いと思う。いやそれもう分かるよ、うん、だからじゃあ家庭に入りたい、あ だからこそ将来があれと思ったら、うん、心配だなと思ったら、あその時に子供いたらいいなと思って子供になるわけじゃん、うん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 、分かんないけど。でも諦めるのは早いよね。だって子供やろうと思えばさ、いつでもさ、まあ、作れるだよ、うん、どんな手段でも、うん、今は発達してますからね。本当に欲しいと思ったら、うんうんうん、でもまあ昔ほど、うん、あ好きあ好き好きかも、うん、っていうパッションはやっぱなくなるよ。そりゃそうじゃん。だっていいだけ恋愛して、いいだけね、いろんな目にあってさ、幸せなだった時もあればさ、そうよ、なんかすごい枕濡らした夜もあるしさ、ね、あるわけじゃん。その記憶がだん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 重なって怖がりになっちゃって、うん、あ私ってこのパターン多いなとかさ、うん、あ私って男の人をこうさせてしまうんだ、あるよそんなの。いやある。もう全部今つぐみさんのね、あの歴代の感じのフィールしてフィールしちゃった感じだから、フィールしてるみんな。そんなの、あのね、 Don't be afraid man。 そう、 Don't be afraid man。 大丈夫だから、けんちゃなよ。うん、全然大丈夫よ。なんくるないさ。なんくるない、なんくるない。まあ恋愛は、まあ、まあ年いけば年いこうど、まあ大変ですよ。それだけは言っとくよ、本当に。大変、わかるよ。うん。だって、自分だって求めるもの多くなってるしさ。そうよ。自分だって変われない部分も多くなってるし、知れない。うん、うん。で、やっぱり学ぶとノリではいけなくなるしさ。そういうこと、やっぱノリってでかいよね。でかいのよ、うん、ノリってやっぱ最高よ。でもね、冷静に考えてみて、みんな、うん、今ね、日本のね、結婚して、うん、してないね人、人口多いわけ、うん、男女の方に、まあね、うんうん、だとしたら女だけじゃないの、そういう風に思ってんの。いやそうなのかな、やっぱ男も思ってんじゃない、わかんない。でもさ、男楽じゃん。いや男はさ、遊んだりできるしさ。そう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 、なんていうのかな、なんか考える重さがちょっと違そうじゃない。違うけど、男の人はまた違う、なんか考える重さがあるんじゃん。あるんかな、やっぱ、うん、なんつうのかな、例えばあると思うよ。うん、私わかんないけど、まあ別に男も年いったら年いったで今まで以上にはモテなくはなるからね。いやでも残念ながら男のダディはモテんだよな。いやまあそうだけど、リアル結婚までいくかっていう。周りの親父みんな結婚してないね。してないでしょ、うん、うん、恋愛だったらまあ楽しいじゃん、金あるしさ、もう、ね、なんかそれなりにさ、なんていうの、ジェントルなことも。でもさ、同じでさ、うん、同じでさっていうか、また女と違うと思うんだけど、うん、男は年取れば年取るほど金が必要なのよ。いやまあそうだね、それはあるね、女の子を魅了するためにも、うん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 、ざっくり言えばよ、まあ、そこは頑張るよって感じだけどね。まあまあまあ女の人たちと頑張ってみたいな。まあでもほら、ハードは上がってるわけじゃん。そうだね、うん、それぞれ財布なんか見てね、デートしてきて3000円しかなかったらどうする、あのね、30も後半の人が、あのね、正直あねえなごめんごめんねえわっつって、うん、いいよいいよ今日だけ付き合い払ってやるよっつってねえわっつって、うん、なっちゃうよね、来世で昨日の飛行機からやっぱそれ好きだね、来世で、来世ね、うん、そうなっちゃうね。やっぱりこういう島に来ると来世っていう言葉がすごい浮かんできちゃうんだよね、私なんか。やっぱさ、男も頑張ってる姿がかっこいいからね。そうなの、あの、まあもちろんお金も大切だけど、そう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 、そ夢があって、そうそうそう、だったらなんかやっぱりさ、男の人はやっぱり直でさ、女の人もそうだけど生き様出るよね、うん顔にね、どこ見て言ってんのあ、サングラかけてるか分かんない、砂見るのね、今あのね、なんかね、思うんだけど、サイパンのね、砂浜ってひじきみたいのがすごい細かくね、落ちてんのよ、ね、これ、あのこれ全部あのほら上ですよ。あ、なんだこれ、パンチュイ、うん、パンチュイ、そっち系の
な違う、なにこれパイナポココナッツココナッツ、あ、ココナッツトリーこれ、うん、あ、かわいい。そうなんですよ。いや、そうだから、なんていうのかな、そんなさ、焦ってもしょうがねえのよ。あ、うちら写っちゃうな、これ写真にな、記念写真に写って写っないだろう。みんながね、すごいね、記念撮影するわけなんだけどね、うん、ルナなんてさっきね、現地の人にギャングスターって言われてたねそう、もう下手したらマフィアかと言われたね、うん、いや、そんな女と一緒にいませんよ、私っていうだったら私何っていうおかしいね、うん、なんでだろうね、不思議な人たちだよ、この人たちも。もう暑すぎてボーっとしちゃったよね、もう。ほんとね、うん、みんな黒いのね、本当に。まあまあまあ、私超気持ちいいんだけどっていう日本客のね、うん、旅行客の声入ったかしらな、うん、マジ私も気持ちいいんだけどじゃあ最後の締めちょっと言ってみて。はい、ドン。急がないで大丈夫だからどう、二段攻めできたね。来たよ、ちょっとウィスパーで。大丈夫だからまあ、自分のこともね、置いて言ったね、今ね。何置いて、大丈夫だから。いや、本当大丈夫だと思わなきゃやってみないでしょ。大丈夫だと思ってから。いや、それはそうよ。こんな二人でね、こんなことやってないですよ。大丈夫じゃないと思ってたらね。いや、一回ね、自分のいる場所、今いる場所、うんうんうん、今いる環境を楽しんでみよう。そういうこと。楽しんでたら必然的に寄ってくるよ。うん、でもそうだと今ちょっと警戒してんじゃない、みんな。あ、みんなっていうか彼女が。あ、自分が。ちょっと私32で、あのね、まずね、32ってことや忘れちゃおう、うん、ちょっと全然若いから。あのね、32、うん、そうそうそうデフそうそうデフだよね。そうそうデフは知ってるから、そうそうデフね。いや、多分すごく警戒というか、あ、多分警戒っていうか気持ちが意識しちゃってんだよね、うん、挙動不審になっちゃってるかも。私多分いい年齢だし大人だし、うん、みんな家庭持ってるしとか、うん、ちょっと待って、本当にみんな、うん、そういうことそういうこと、5人ぐらいじゃないっていう、うん、あのね、私たち今ね、東京というところに住んでるんですけどね、うんうん、ほとんど結婚してないし、ね、顔、うん、ほとんどね、結婚してないしね、うん、あの結婚してね、もちろん幸せに仲良くやってて、ああいう結婚だったらつぐちもしてみたいと思う人たちもすごいたくさんいるけど、うんうん、それとともに離婚も多いんですよ。そういうこと、今本当に多い、うん、だから、うん、なんか本当に、あ、こいつだったらなんかすごい親友になれそうだなって思えるやつなんて、うんうんうん、そうそういないじゃない、うん、ねえ、それは宝だったりするからゆっくり探せばいいじゃない。そうね、焦るべからずよ。そりゃそう、焦ったっていいことないから。いいことね、それ全てに私本当に言っとく、うん、うん、じゃあそういう気持ちを込めてちょっと何聞く、どうしようかね。え、そういう気持ちの時に聞くうちらの曲ってあるかな。うん、トイレの中うわさばか、違うな、もうでもありだね。ありじゃないでしょうよ、全然違うか、うん、なんだろう、オリジナルライフだね。 I wanna be free。 あ、フリーいいんじゃない、フリー聞いてみようか、うん、フリーでよくね、うん、っていう、そういうこと、頑張って、なんか楽しんじゃえばいいんじゃないっていう、うん、そういう気持ちを込めて聞いてください、ね、メリージェンでフリー。Long day 邪魔するやつらはほっといて、掴める力
しがらみもないあの場所へ着くのはきっと気が遠くなるほど後で守られた明日を引き換えに差し出したあの日から確かに何か借り出した長いこと隠してた家事は思ったより小さなままの子供のガラクタ思えば全てはこんな風に始まった繋いだってほどいてそう立ち上がった確かなもんがあるわけじゃなかったけど目隠しされ続けるよりはマシだ何ができるか何もしないのはなしだひたすら欲しかったものを手に入れたんだ誰のものでもないこの程度足は自分で育てる自分自身の価値を Keep your head サイパン旅行も今日あと数時間で帰るってそういうことなんですよ。まあなんで今回来たのかと。なんで来たの？まあ今回はまあうちらアルバムまあミックス CD から始まって、そうね、からのアルバムでまあ一度もねこうプライベートでのプライベートで全部仕事絡んでたんで、そうで いろんなとこ行ってるけど、いつも打ち上げしようって言ってさ、うんそうね、できてこなかったから、そうだよ、ね、まあ、ちょっと焼肉とかで。ね、1万2万使うんであればちょっと飛ぼうかと。だから本当は DJ MDK と3人で行きたかったんだね。そうそうそう、本当はねまどかも来るはずだったんだけどね、うん、MDK ちょっと DJ 入ってたから、そうそうそう、お仕事入ってたから、うん、まあ、まあ今回2人で行ってこいよと。失礼しますって言って来ちゃいましたよ。そうだけどどう、このねサイパンっていう街はね電波がすごく悪いの。そう、これだけは本当にみんな気をつけて、マジで電波入んないから ね携帯電話はいじれないと思った方がいい、うんうん、あの最初うちらの携帯がおかしいんじゃねえかぐらい思ってたけ ど、まあ、現地の人に聞いたら、まあ、現地の携帯も、ね、YouTube とか見れねえんだってじゃうちらのラジオ聞けねえじゃんってことになっちゃうんだよ。もうパラ LINE でやってるっていう話になってたから、ね、まあそういうところは不便なんだけれども、うん、ね、ゆっくりするには最高、うん、でうちら今回マジ弾丸で1泊2日2泊3日なのかな、まあ夜中出て日本を、そうだね、うんうん、でその日はホテルついて寝るだけで、うん、朝からでその日泊まって次の日帰ってくる。そうで今夕方帰りなんだけど、うん、十分ですよ。あのね吐き死で十分だって3時間しかかかんないんだよ日本から。そうで、あの夜ほぼ何もやってない。あのね、夜なんてね外歩いたら危険よ、うんうん、あのね友達にね、サイパンは野犬に気をつけろって言われてきたんだけど、うんうん、マジ野犬怖いかんねメンズよりも野犬でしょ。野犬怖いいやでも怖いよね、フラーって夜歩いてると怖いよね。なんかゾンビの映画に出てきそうな、うんうんうん、野犬なの。あのでかいとかじゃないんだ。でもでかいよね、うん、でかいんだけどすごく引き締まった感じの、すごい痩せてんの、うんうんうん、すごくハングリーさを感じる。そう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 、あの野犬には。だからちょっと気をつけた方がいいかもね、うん、いや良かったですよ。いや本当に、私も初体験の、うんうん、あのシュノーケリング海の中を見るっていう。そうね、海の中で目開けたことないよ、ほんとに
びっくりしちゃったんだからもうあんたこぞってシノケリングをやってたね、うん、もう一回潜りますだって本当楽しかったんだもん。いやよかったですよ、そういう体験もねぜひね。魚魚魚って思った。魚くんリスペクトみたいなね。いやマジギョギョギョーということでね、ラストトーク、うん、締めさせてもらいます。何度でも告知させていただきます、うん、私たちねそのさっき言った最初の ミックス CD、うん、とファーストアルバムストリートネームズ、うん、出ております。 Amazon、うん、iTunes でも、買えるんで、うん、店舗にないという方はぜひそちらを見ていただいて、そうだね、はい、それで最近もね、うん、そのニュー PV を、はい、公開しましたが、私たちの今までの、PV そして音源とも、うん、に YouTube でアップされてるので、それもチェックしてみてください。へい。そしてコーチジャケット2曲の新曲付き、 それも絶賛発売中でございます。それであとライブ、うんうん、10月5日、はい、もうすぐよ、すぐね、日曜日ね、日曜日よね、うん、サンデージョイント、うん、サウンデージョイント、そうです、うん、相模湖プレジャーフォレスト、うん、特設会場にて、ヒップホップスターからキッズまで大自然がつなぐ全員参加型の大型野外フェス、そうです、これに参加します。やばいです私たち。でガイタレさんも、ガイタレさんもいらっしゃるんで、すごいメンバーですよ。でその時に私たちの衣装も新しい衣装も公開になるんですよ。今ねみんなのインスタとかでね何やってんのとかって言うんだけど、ね、まあそこで見せますよと。そこで新しいね私たちのおべべ、おべべ、おべべをね、ワールドのツーランクもアップしたおべべをはいちょっと見てほしいなと思います、うん、その次はね10月13日はい、うん、お経っていうの、東京、あ、東京 T 抜けてるじゃん東京ミュージックフェス、はい、うん、2014ということで、うん、お台場ダイバーシティ東京プラザ7階、うん、スカイガーデン、HLNA スカイガーデンかなっていうところで、またこれもフェス系ですよね。そう、お台場でも新しいビルの方のお台場、うんうん、なんか東京テレポートから降りてすぐのビル、うん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 、こっちもゼーシーゼーシー、うん、これも大きいイベントでいろんなアーティストが出るね、いらっしゃいます、うん、というわけでこの番組カモフラッグは随時質問やメッセージなどを受け付けております、うん、ぜひねメリジェンすごい好きだよとか、うん、質問じゃなくてもそういう気持ち、そうそうそう、伝えてくれるルナつぐみかわいいねとか、いや本当にそういうの気持ちだからどしどしくださいませ。そうね、はい、あとほら来てたじゃん、来てたんだよ、うん、ちょっとそういうねお声があるんで、ちょっとルナさん、つぐみさん、うん、こんにちは、こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらっております、うん、ふつおたです、おお、うん、ふつおたさん、ふつおた、ふつおたって何、ちょっとわかんないけどね、ふつおたさんではないね、ラジオネーム金沢さんだから、うん、金沢さん、はいはい、先日ルナさんのインスタグラムに石野卓球さんとの写真が上がっていましたが、うん、高校時代にザ・フリークショーを聞いてやられて、また同時期に電気グループにもやられて、うんうん、僕にいや同時期ではないんだけどね、もう電気グループさんの方が全然前、まあまあまあ、前ですよ、同時期にやられたのが同時期よ、なるほど、なるほど、うん、でね、やられて僕にとってあの一枚グッとくるものがありました、メール内容薄くてごめんなさい、こんなんでもいいんだそうよ、あともう少し配信頻度上がったら嬉しいです、このラジオの配信頻度かな、やっぱ聞きたいのかな、やっぱり求めちゃうよね、わかるの、わかるの、こういう気の置けないトークって、まあまあそうなのよ、暇つぶしにされてたから、うん、やっぱね、うん、そう、結構音楽は音楽外な外伝っていうか、なんていうの、外伝すごく何言おうとしてるの音楽塾みたいなラジオなっちゃう、あ、音楽トークそれかっこいいよねとしか言いようのないトークでしょ、そう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 、うんうん、でもそれも挟みつつだけども、うん、まあやっぱもうちょっとね、なんつうか人間見てようかな、うんうん、なんか溢れたこういう年齢にもあったこの雰囲気でたまには国外とかで、ね、そう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 、もうやっぱ自由奔放なメリージェンでね、そうね、そうね、放送していきたいからね、そんなメリージェンに対してそのコメント待ってる、うん、すごく待ってるね、お願いします、ということでメリージェン80メリージェンアットマーク gmail.com まで、閉めたね、サイジパンの後を見ながら、いやね、今もね、今ねちょっと暇
暇だからさ、朝早く起きて、うん、そうだね、ホテルでね、ちょっとね、ゆっくりしてんだけども、うん、あの窓開けっぱなわけよ。そうなのよ、窓の外にはもう青しかないわけ。オーシャンビューだから、オーシャンビュー、うん、青空と、そして海と、うん、雨だったんだから予報。そうなのよ、全部雨だったんだから、全部雨だった、うん、1回しかスコールなんなかったね。しかも着いた途端のスコール1回のみ、うんうん、もう2人とも真っ赤っかってですよ、体が。もう痛いですよ、サンデージョイントまで直しなさいよ、あなた。本当だよね、うん、肩上がる、恥ずかしいことになるよ。やめてよ、恥ずかしいことになるよ。あ、おのぼりさん焼けてるみたいな。しかもハワイとかじゃない。そうそう、裁判裁判裁判で焼いちゃったよ。だね、ね、ということで、また次も、あの次の放送はどこからかな、次東京からかな。そうだね、ということで、皆さんお元気で、バイバイ。Cause I'm